こんばんは、今回はローランドの MC303 の、初心者講座をやっていきたいと思います。で、かなり我流なので理解しがたいところもあるかと思いますけども、ついてきてください。で、今回ね MC303 かなり機能が満載なので、ちょっとね動画が長くなっちゃいそうなので早口になってしまうんですけども、そこら辺はご了承ください。で、MC303、昔ね303っていう型番がついて、発売されて、みんなこれで TB303 の音が出るぞ、やったーなんて飛びついたんですけど、意外とね、蓋を開けてみれば普通のデジタルシンセだったっていうオチがついてるんですけど、何しろ1台完結型であの時代にこれを出したっていうのはすごいことで、これが出たことによって、その後のグルーブボックスっていうジャンルが確立されたっていうのは本当にね、僕もね、グルーブボックス大好き人間なんで喜ばしいことだと思ってます。で、この元祖 MC303 をじゃあ、うまいこと使うにはどうしたらいいかっていうところに重点を置いて説明していきたいと思います。曲をね作りながら順々に説明していければいいかなと思ってます。まずは、ユーザーパターンを開きます。ユーザーパターンは、ジョグダイヤルを、右ではなく左にピッて回すとユーザーパターンの50番が出てきます。で、大きい U はもう何かしら入力されてるんで、ちっちゃい空の U を探します。じゃあユーザーパターンの42入力していきます。で、まずはテンポ決めます。セレクトボタンでテンポに合わせて、じゃあ130決定します。ここで一回保存します。保存はファンクとシフトを押しながらの15番、えい。この保存をですね、MC303 の場合は何かやるごとに行わないと、ちょっとしたことでね、データが初期に戻る。例えばパターンを作ってる途中で他のパターンに切り替えちゃったりすると初期値に戻ってしまうので、極力ね、こまめにこのファンクシフトの15番でセーブすることを心がけてください。で、MC303 はリズムトラックと1から7のシンセトラックに分かれてるんですが、実はリズムパターンはリズムパターンでリズムミュートでミュートしてリアルタイムでやっていくんですけど、同時にねリズムミュート開いてるとパートミュートができないんですね。それを考えると、かなりリアルタイムでプレイするときに辛いというわけで、シンガ流はですね、リズムパターンも一つのトラックと考えてリズム音色含めた8トラックで入力していきます。そうすると、パートミュート切り替えずにもうパートミュートだけで曲をリアルタイムで操作していく、抜き差ししていくっていうことができると。でもそれだと入力できるシンセの数とかに、数とかが減っちゃうんじゃないかって思う方もいるかもしれませんが、 MC303 はあんまりねトラック満タンに打ち込みすぎると非常にシーケンサーがもたつく場合が多いです。あと出力の問題なのか、いろんな音が重なりすぎるとね全体的に出力がこうギュッと落ちちゃうというか、なので極力曲作りはシンプルな方向性で進めていくといいと思います。なので、リズムトラックは今回ハイハット専用にします。で、キックのために1トラック、スネアのために1トラック、ハイハットのために1トラック、その他リズム 1,2,4 使ってシンセトラック残り3つっていう感じで進めていければいいかなと思ってます。で、テンポ決めました。次に
まずキックを打ち込みましょう。パートセレクトでトラック1を選びます。トーンに合わせると音色を探すことができます。トーンの28、29がキックがね、いろんな音が入ってるんで、自分好みの音を探してみてください。じゃあこの TR808 っぽいキックを打ち込みたいと思います。ではまずはステップレックで打ち込みたいと思います。レックを1回押します。そうするとレックパラメーターっていうのがこのセレクトで選ぶことができます。で、何がいじれるかっていうと、まずはレングス、これは今4小節に設定されてます。ちょっと手軽くいきたいんで、これを1小節に設定します。次、カウント、これはレックに入る前のカウントですね。とりあえず2でいいです。今度はループオフってなってますけど、これはループレストをオンにするかオフにするかっていうことなので、今はまあオフでいいです。それでは打ち込んでいきます。もう一度レックを押してプレイを押すと、ステップレックの状態になります。で、ステップレックにしろリアルタイムにしろ、この R から3番まで4段階がベロシティを、設定するボタンになってます。なので3にするとベロシティは127、2にすると100、1にすると64、 R にすると20。ここはキックを打ち込みますので、3の127でいきます。で、ステップレックの時はタイとレストを駆使して打ち込んでいきます。それでは4つ打ちを打ち込みます。はい、これで4つ打ちが打ち込み完了です。次にハイハットを打ち込んでいきます。先ほど言ったようにシンガ流は、リズムトラックをハイハット専用にしています。で、リズムトラックだけは、ステップレックが TR レックに変わります。2回押します。プレイ、ベロシティを選びます。シフトを押しながらどの楽器を入力したいか選びます。ベロシティをちょっと下げます。はい、こんなもんでいいと思います。次にスネアを入力するためにパートを2にセレクトします。スネアの音を探してみます。これでいきましょう。それではまたステップレックで入力していきます。レックを2回押してプレイ、レストとタイを駆使して打ち込んでいきます。はい、それでは再生してみます。はい、いい感じになってきたところで、じゃあリズムはもう一個なんかライドシンバルかなんか打ち込んでみます。トラック3を選びます。
またステップレックで打ち込んでいきます。いい感じになってきたところで、音量を揃えたいと思います。で、オクターブレンジだとかベロシティだとか FX レベル、フォルタメント、オンオフ、フォルタメントタイム、レベル、ファンポット、リリース、この黒字に文字が書いてあるやつは全部ファンクを押してる時だけ、そのパラメーターが動かすことができます。なのでこのレベルを個別にいじりたいのでファンクを押してこのつまみをいじっていきます。パートセレクトで、分かりやすいように全部一度ゼロにします。それでは再生しながら、キック、ハイハット、スネア、ライドシンバル、はい、ここまでできたところでまたセーブしておきます。これで、リズム音4つ打ち込むことができました。本来ならね、もうあと2つぐらい使ってパーカッションだとか打ち込んでいくんですけど、今回はちょっと省きます。次にMC303 の音作りっていうのは、このリアルタイムモディファイって書いてあるこのつまみと、ここに隠された LFO パラメーター、あとはディレイ、リバーブ、フランジャー、コーラス、これのみなんですね。音色のレイヤーを付け足したりとか、切り替えたりっていうことは MC303 はできません。なのでプリセットでかなり自分のイメージに近い音を探してから、後でゆっくりエディットするやり方がいいと思います。まずはじゃあベースでおすすめなのはトーンの2番の、僕はねよく11番を使います。せっかくなので MC303 に搭載されているアルペジエーターを使って入力したいと思います。アルペジオをオンにします。まあ基本的なアルペジエーターなんですけど、これねシフトを押しながらこの鍵盤キーの下の段、これはシフトを押しながらそこに対応したパラメーターをいじることができるんですけども、アルペジオ、一番左端ですね、アルペジオをピッて押すとスタイルとノートとデプスで、シャッフルとこうパラメータいじれるんですね。これね、鍵盤押しながらいじれるので自分でちょうどいいアルペジオになるように、調節してください。例えばいきましょう。
それではアルペジエーターを、打ち込むときにはリアルタイムで打ち込みますので、レックを押して先ほどのカウントをノートにします。ノートにすることで押した瞬間にレックが始まります。で、ループレストをオンにします。上書きしないようにですね。それでは行きます。はい、打ち込み終わりました。それでは聞いてみましょう。はい、リズムを一回消してミュートして、この今の音色をちょっと自分好みに調節します。調節したらセーブ。はい、だんだん曲っぽくなってきたと思うんですけども、ここで、エフェクトについてちょっと説明したいと思います。 MC303 は2系統、ディレイ・リバーブのどっちかかフランジャー・コーラスのどっちかを選んでそれぞれに、かけることができます。で、これは下の鍵盤キーのパラメーターが、鍵盤キーに書いてあるパラメーターの下の段なので、シフトを押しながらディレイを選んで、ディレイ・リバーブタイプを選んで、今ホール1になったんですね。じゃあルーム2に変えました。次にパートごとにどんだけかけるかっていうレベルですね。これはパートセレクトで6はじゃあ35、リズムのところはもう0、1も0、2だけ20、3も20っていう風にそれぞれに適量をかけることができます。次にフランジャー、コーラス、まあ、コーラス4種類、フランジャー2、3種類って感じですかね。じゃあコーラス2にしときます。で、そのコーラスをじゃあリズム系は0で、今打ち込んだベースにちょびっとだけかけておきましょう。15ぐらい。そしたらまたセーブします。これね、やっぱりこまめにセーブしないと今の設定もすぐ飛んじゃうので、はい、セーブ。では聞いてみます。いい感じのミニマルフレーズになってきたと思います。せっかくなので、TB303 系の音をちょっと入れたいと思います。おすすめは、トーン2の4番。この音は結構ね、303の音に近いっていうか、いい感じの出来なんですよね。じゃあこれをちょっと入れていきたいと思います。アルペジオをオンにしつつリアルタイムで弾いて入力する。カウントをノートにします。いきます。はい、終わりました。それでは再生してみます。
にちょっとミュートとか音の抜き差しながら曲を流したいと思います。ではいきます。感じで、打ち込むことができました。でこれだとね、本当に打ち込み方法をちょっと、やってみただけって感じになっちゃうので、 MC303 でやっぱりね DB303 の音に近づけたいって思ってる人もいるかと思います。そのやり方を説明します。ではトーンの2の1から6ぐらいまでが、303に近い音です。で例えばトーン2の1を選んであらかじめ打ち込んだフレーズちょっと流してみます。はい、まずやらなくちゃいけないのは今和音が出せる状態です。これをモノラルシンセに変えます。ファンクを押してポルタメントオンすることで、モノラル状態になって単音しか出せなくなります。はい、でポルタメントタイムを303なので短めに設定して、次に再生しながらエンベロープをちょっといじります。次に、303といえばプチュプチュっていうちょっとウェッティーな音が印象的だと思うんですけども、それを出す方法がここの LFO、 これをですね、LFO の設定はシフトをしながらここでウェーブピッチフィルターアンプと選べるんですけども、まずピッチは0でいいですね。でフィルターをだいたい100ぐらいに設定しておいて、アンプも0でいいです。でウェーブはサイン波でいいと思います。でこれをセットアップしてLFO は2種類のパラメータが選べるようになってるんですけども、それを調節して、ウェッティーな音を出るようにします。
こんな感じに設定すると結構303っぽくなってきますが、まあ最近はあの TB3 だとか TB03 だとか新しい機材も出てますんで、まあぶっちゃけて言うと無理に MC303 で出す必要性もないとは思うんですけども、まあ、こんな感じでやると、多少は、303の音に近づけることができるのかなと思います。それではですね、あらかじめ打ち込んだトラックがありますんで、ちょっとねそれを演奏してみたいと思います。なってしまいましたが、参考になる部分はありましたでしょうか。